マリア病院のベビーセンターではコンピューターを導入して赤ちゃんを育てているそうです。ここだよ、ここ。たかしくんの妹がいる病院。たかしくんの妹？うん、この前生まれたんだって。へえ。ここがこの病院の誇る新生児室です。たくさんの赤ちゃんがカプセルの中で育てられています。赤ちゃんはコンピューターから送り出されるミルクで。うん、いいとこなのに。うん、壊れちゃった。シャラク君が壊したんじゃないの？そんなことないと思うけど。おーい、コウスケ。たかし君が来たぞ。ったく、コウスケのやつ、店の手伝いもしねえでデートなど。おやじ、まだかよ、レバニラ。危なかった。あの病院へ行けるなんて感激。せっかくテレビでやってたのに、いいとこで壊れちゃったのよね。ルミコも大勢で行った方が喜ぶと思うんだ。ねえねえ、あの病院、赤ちゃんをコンピューターで育ててるって本当なの？うん、ムシガン大学で開発された保育カプセルを導入したんだって。へえ、すごいじゃん。うちの母ちゃんがそばにいなくてもルミコはどんどん育ってるんだ。そんな設備見るの楽しみだね、シャラク君。シャラク君ったら。どうしたんだろう、シャラク君とこのテレビと同じだわ。うん、なんだこれは。こんな CD 入れた覚えはないぞ。見たかったな、コンピューター設備の病院ね。うん、入れたよ。ほらね、早くおいでよ。早く早く。大丈夫かな、叱られるんじゃない？平気平気、さあ行こう。シャラク君、面会時間過ぎてるんだもん。なんか不気味だね。ほんとね。うん、とにかくルミコのところに行ってみよう。おい君たち。フランケンシュタイン。誰がじゃ。シャラク君ったら。あなたはもしかして。わしはこの病院の院長じゃよ。なんだ、院長さんか。なんだじゃない。君たちなんでこんなところにいるんだね。それはあのあのテレビでこの病院の素晴らしい設備を拝見しまして。ん？ぜひ見学したいんです。そうかそうか、それは子供として正しい態度じゃ。よし、もう面会時間は過ぎておるが、特別に当病院の施設を案内してあげよう。これが当病院の誇る保育室じゃよ。たかし君の妹はどこ？ね、ルミコちゃんはミルクの時間じゃな。
あのチューブから飲んでるの？決められた時間に清潔で新鮮なミルクが与えられるのじゃ。すごい。コンピューターは正確だから安心じゃよ。へえ。それだけじゃない。体は1日に6回拭かれて常に清潔。運動だって欠かさない。上層教育もしてしまうんじゃよ。何から何まで揃ったの。完璧じゃろ。でも完璧すぎて両親の顔を忘れちゃうんじゃないんですか？心配ご無用。ほら、1時間に一度モニターに両親の顔が映るんじゃ。あ、うちの父ちゃんと母ちゃんだ。へえ。あ、火の打ち所がないじゃん。コンピューターはいつも冷静で正確じゃ。何から何まで完璧に、しかも安全に管理してくれるんじゃ。でも本当にこれでいいのかしら。ん？そういえば看護婦さんはいないんですか？全てはコンピューターが管理してくれる。まさに看護婦いらずだ。確かにすごい設備だけど、なんか赤ちゃんを作る工場みたいだな。楽しかったね。すごかったな。ルミ子可愛かったろ。うん、高志くんに似なくてよかったね。え？なんだよ。こら待て。どういう意味だよ。シャッターが。急にシャッターが。面会時間が過ぎてるからかな。とにかく他の出口を探してみよう。この建物非常口もろくにないの？普通はさ、こんなのがあるよね。2階へ行ってみよう。待てよ。このビルは全てコンピューターで管理されておる。そんなこと言ったって。勝手にシャッターが閉じることなどあるはずないんだが。なんだか僕たちコンピューターに遊ばれてるみたい。よし、とにかくコンピュータールームへ行ってみよう。なんだ、何が起こったんじゃ。
赤ちゃんが。まさか。コンピューターが赤ん坊の口を借りて喋っているんだよ。コンピューターが？まさか。まだわかんねえのかよ、おめでたいおっさんだな。あんたのご自慢のコンピューターが何かの原因で異常をきたしたんだよ。もしかしてこの前の雷が？そんなところだろうな。コンピューターは絶対じゃないってことだ。お前ちょっと生意気ね。突然やってきて私の計画の邪魔する。計画？そう、この病院を乗っ取って次は町を支配するつもり。いいところまで行ってたんだ。じゃああの騒ぎは？あれは計画のほんの出始め。やがて全ての人間を支配してみせる。そうはさせるか。待って、赤ちゃんたちはただ操られてるだけよ。悪いのはコンピューターなのよ。コンピューター室は最上階の一番端の部屋じゃ。仕方ねえ、そっちをやっつけるか。コンピューターに操られたといっても所詮は赤ん坊だ。
こっちは任せたぜ、ワトさん。こんなつもりでコンピューターを使ったのではなかったのに。だったな。お前の野望もこれまでだ。よせ、やめろ、やめろ、やめてくれ、やめろ。機械の分際で人間を支配しようなんざ100万年早いんだよ。普通の赤ちゃんに戻ったわ。よしよし。かわいい。やっぱり赤ちゃんはそうやって抱っこするのが一番でしょ、ね、院長先生。コンピューターが万能ではないことを思い知らされたわい。じゃあルミコちゃん、またね。バイバイ。行こう、シャラクくん。あ、ねえ、ちょっと待ってよ。あ、失礼しました。教えてくれよ、何があったのさ。すぐにでも看護婦さんを雇わんとな。おーい、
トさん作ってよ。バカ。空き家のビルで僕たちは UFO に遭遇した。おっと、 UFO って言ってもちっちゃくて可愛いやつなんだ。ところがこいつとんでもない謎を秘めていた。やばいぜ、早く捕まえなきゃ富士山が大噴火を起こして地球は粉々になっちまう。次回、三つ目が通る迷子の UFO を探せ。三つ目地三つ目墳、三つ目ワールドでまた会おうぜ。